皆さんこんにちは、ワンダルクルビーです。では今回は、新規連動、ベリーハードチャレンジ、続きをやっていきたいと思います。一年戦争のティアンム提督のシナリオに、シロッコ、ジュド、ルール化を、モビルスーツ、モビルアーマーなし、パイロットのみの歴史介入という形で、プレイの方を進めてきています。前回までですね、ソロモン、アーバーワーク、グラナダと、攻略を進めてきまして、いよいよ残すは、サイド3本国のみというところまで来ていますので、今回はですね、そのサイド3本国、攻略を行っていきたいと思います。舞台の方はグラナダからと、さらにアーバーワークからも発信していきます。早速、時間を進めていきましょう。主戦力はですね、ジム下位からジムカスタムへと変更をかけています。で、エースはガンダム系なんですけども、ガンダム系から漏れてしまったエースはパワードジムに乗ってもらおうかなというところでパワードジムも一部生産を行っています。もう一つ補足するとですね、アーパワークー方面からサイド3を目指している部隊なんですけども、ちょうどですね、この後ご説明させていただきますが、ソーラレイが向けられているという事情もあってですね、なんとかそのソーラレイを破壊してかわしてサイド3本国に肉薄していきたいと思います。さあ、ここにソーラレイがありますね。このソーラレイは邪魔なので早めに破壊をしたいと思います。まあ、どうしてもソーラレイの河川上を避けて通らなければいけないというね、制約が出てしまうので、まあ、あんまり好ましくはないですよね。まあ、そのため、できるだけ早くですね、ここは、このソーラレイを破壊してしまおうというところで、ソーラレイに総攻撃をかけていきます。ひとたびこのソーラレイの破壊ができてしまえば、あとはね、ここを通って攻撃を仕掛けていくこともできるようになりますからね。コロニーレーザー破壊完了しました。これでアーバーオアクーからもね、サイド3本国、ジオン本国に向けて部隊をガンガン送り届けることができるかなと思います。ソーラレー、コロニーレーザーの破壊も完了したので、いよいよじゃあ、ここからサイド3の攻略作戦提案をしていきたいと思います。来たなぁ。ビグザムがそこに座られると一気にね、攻撃食らいますね。やっとコロニーレーザーを破壊したと思ったんですけどね。さあ、開発レベルはもうすでに全部オール20になってますので、続々と最終の開発プラグ来ていますが、まずは忘れないうちにサイド3攻略作戦、これを提案していきま、発動していきます。この日を迎えることができたか。これが最後の戦いだ。サイド3攻略作戦を開始する。地球から最も離れたスペースコロニー、サイド3。月の裏側に位置するこのコロニーは、ジオン公国の首都がある。劣勢から立ち直り、ジオンの厚い守りを打ち破った連邦軍は、ついにこの地へ軍を進めた。一方、追い詰められたジオン軍も戦力を結集し、最後の抵抗を試みる。決死の覚悟を固めたジオン軍を打倒し、連邦軍は勝利をつかむことができるのか。連邦とジオンの命運をかけた最終決戦、サイド3の戦いが始まろうとしていた。はい、では部隊送り届けていきましょう。入れるところからもう続々と入っていきます。ではまず第一陣ですね、侵入しましたので拠点の確保を行っていきたいと思います。まあ、侵入経路を考えて一番近いここですかね。ここの確保を急ぎましょう。敵の機影の方ですが、まあ、ゲルグクタイプ、ゼーゴックなんかも一部いますね。ギャンはもう
マリーネタイプになってます。パーフェクトジュンのノイエジールもいるな。さすがに強力ですね。まあ、とはいえまずは拠点一つ目ですね。ここを取れるように進んでいきましょう。そこがまず最初のね、攻防戦の舞台になるんじゃないかなと思います。第一陣で入っているのはアムロのフルアーマーアレックス、ジュドーのアレックス、さらにシロッコもね、ヘビーガンダムで入ってくれていますので、ちょっとこれをうまく使っていきましょう。でヤザンはですね、今外でビグザムと交戦中ですね。なんとかビグザム撃破して戻ってきてくれたらいいかなというふうには思います。では拠点確保しながら、まずは砲台を撃破して回りたいと思います。今のところ敵進出してくる構えはないので、このまま前進を続けましょう。ではモビルスーツ隊本格的に進出させていきます。まあ、敵との交戦状態に入った場合はですね、まあ、ガンダムタイプはできるだけ温存して進みたいなと思います。最初にダメージを食らってもらうのはできればジムですね。ここである程度ダメージを、受け負ってもらって、高性能機はこのまま敵のね、中心部隊に攻撃をかけていってくれたらいいのかなというふうには思ってますので、ジム部隊も積極的に投入していきましょう。ゼーゴックだ。やってくれた。やってくれるな。ゼーゴックの位置確認しておきましょう。ここかな、ここにいるな。シロッコ、あとは G3 アレックスなんかがダメージ受けちゃいましたね。ここにいるゼーゴック、厄介だな。できるだけ早く仕留めたいですね。他はこのまま進出していきましょう。ちょっと迂闊でしたよね、今の戦い方。もうちょっと注意深く、どこに何がいるかというのを確認して進むべきだったかなという反省点はあります。ちょっと他は確認しておきましょう。特にビグザムなんかがいるとね、砲撃使って先ほどと同じことが起きうるので、そこは気をつけます。ここは今見ていただいた通り無彩ですね。3機入ってるところ、潰してくれています。ここノイエジールパーフェクトジョングですね。まあ、ノイエジールは、ビームコーディング持ってるので、まあ、実弾兵装でね、仕留めていきたいところですよね。強い。ノイエジールの格闘のカウンターで一撃死するな。まあ、あの消耗戦ここもなると思いますけども、アーバーワーク、さらにはグラナダから続々援軍を送ってますので、まあ、ある程度の損害は覚悟の上で進んでいきたいと思います。さあ、まずは全力でここにいるゼーゴック潰しちゃいましょう。このゼーゴック怖い怖い相手ですからね。ここのゼーゴック潰しに入ります。あとはこのノイエですね。このノイエも潰しておきたいんですが、どうだろう、アレックス G3 ガンダムあたりを出しましょう。さらにシロッコ、ここ精鋭だな。ここでなんとかできればノイエを仕留めておきたいところですよね。ここはゼーゴック何が何でも撃破しておきたいです。前衛はこれギャンマリーネですかね、敵の方。ゼーゴック、あとはゲルグイエーガーなくなりますが、前衛にいるのがゼーゴックなので、うまくゼーゴックをアムロのフルアーマーアレックスが撃破してくれたように見えます。これでまず脅威一つ取り除きましたね。そしてノイエジ、ここはアレックス、ジュドウと G3、ライラ、
になります。どうしてもやっぱり格闘を入れないとハイフィールドがある相手なのでなかなか削りが悪いですが、格闘を入れればこれでノイエジールも撃墜できそうですかね。パイロットが乗っていなかったっていうのが起きたら、これにガトーなんかが乗ってたりするとね、ちょっと目も当てられないという状況にもなったかもしれませんが、誰もパイロット乗ってなかったのでノイエも撃墜完了です。さあ、ここはケンプファー4スタックにゲルグイエーガー2スタックというね、かなり強い敵部隊ですが、こちらもですねアレックスアブロのところなので敵を返り討ちにできるチャンスではありますね。さすがはアブロ、この調子でケンプファー撃破してほしい。よし、ケンプファー2機アムロが撃墜してくれてます。ここも柔道とライラのところですね。反撃でも落とせると効率が良くていいですよね。なので配置、どこにどのユニットを配置するかっていうのはしっかり考えていきましょう。ここにギレン総帥確認してます。またチベン乗ってますね。このギレン総帥撃破できるとだいぶね士気っていう意味では下がると思いますので、ここでギレン総帥の撃破狙っていきましょう。ウラガン、トワニングと連続で撃沈してデラーズがちょい残しですね。アムロはガルシアとバーニーのケンパーを撃沈。そしてここだ、ギレン総帥の乗ったチベ。ここにアレックス柔道が攻撃を仕掛けます。あと G3 ガンダムにはナイラが乗っていますね。これでチベ撃沈です。柔道、ライラ、シロッコのねガンダム乗った3スタック入ってるとさすがに強いですね。サイド3攻略作戦中ですが、 GP02 サイサリスの開発プラン来てますね。まあ出番はないかなと思いますが、一応せっかくなんでね、開発進めるだけ進めておきましょう。サイド3の外ではビグザムの撃破に成功しました。これでもう脅威はなくなりましたね。さあ、最後の強敵と言っていいと思いますが、ギャンクリーガーさん、パーフェクトジオングのスタックのところですね。ここにジュドウのアレックス、シロッコのヘビーガンダム、ライラの G3 ガンダムで攻撃を仕掛けていきます。やっぱりジュドウとシロッコは射撃回数多いですね。先に G3 ガンダムでライラが格闘に向かってしまいましたけど、射撃をしっかりやってから行ってくれましたね。とどめは白っ子のヘビーガンダム。これでパーフェクトガンダムも、パーフェクトジョングも撃墜しています。英雄デラスのグワジンですね。これがもうちょっとで落とせるかな。ビグラングは撃墜してます。そして再び柔道、ここで最後のモビルスーツ隊だと思います。これを撃破していきましょう。ちなみに援護射撃のところではアムロのアレックスがここに攻撃をしてくれています。ジオンが紛れ込んでましたね。いや、シロッコは射撃多いな。これだけシロッコ、まあ、当たる当たらないは別にして射撃の回数が本当に多いですね。見事に全機撃破です。はい、では基地中心部、ついにガラ空きになりましたので制圧して攻略完了していきましょう。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。ではエンディング見ていきます。我が軍の勝利です。この勝利をレベリ将軍と戦いに散った数多くの将兵たちに捧げよう。
あなたたちの尊い犠牲によって我々は勝利を勝ち得たのだと。地球連邦軍は戦いに勝利した。志半ばで散ったレヴィル将軍の意志を受け継いだティアンムの再会に導かれ、地球連邦軍は厳しい戦いを制したのである。ジオン公国は消滅し、その血なまぐさい戦乱と陰謀の歴史は幕を閉じた。サイド3は連邦政府の統治下に置かれることとなり、ザビ家に代わりガルシア首相を中心とする自治政権の手に委ねられる。戦乱は終わりを告げ、ついに人々は平和を取り戻したのだ。そしてこの勝利をもたらしたティアンム提督の名は、地球圏に平和をもたらした英雄の名として後世まで語り継がれることとなる。はい、エンディングご覧いただきました。これでディアンブ提督のシナリオのベリーハード、これにもクリアの幕をつけることができましたね。では今回はここまでにさせていただいて、また別のベリーハード企画ね、考えてやっていきたいと思いますので、何かね、こういうベリーハードどうっていう企画のご提案とかあれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。では今回はここまでにさせていただきます。